人気ラッパーのスカイハイさんが、トゥービーの代表取締役社長であり、元ジャニーズの滝沢秀、で、アさんと食事をしたことを明かしたという話題です。スカイハイさんといえば、日本テレビとタッグを組んだ音楽大型プロジェクト、DUNK ダンス UNIV RSE ネバーキルドに参加しており、毎週水曜深夜に放送されています。この番組では、スカイハイさんが、 様々なアーティストと対談したり、コラボレーションしたりする様子が見られます。先日の放送では、スカイハイさんが、同プロジェクトの第2章に参戦するトゥービー所属の7人組グループ IMP と対談しました。IMP は、滝沢秀明さんがプロデュースする新進気鋭のダンスボーカルグループで、今年の8月にデビューしました。スカイハイさんと IMP は、この日が初めての対面でしたが、 音楽やダンスについて熱く語り合いました。そんな中、スカイハイさんが、滝沢秀で、秋さんと食事をしたことを告白しました。スカイハイさんは、先日滝沢さんとお会いしました、と話し始めると、IMP のメンバーは、え、と、驚きの声を上げました。スカイハイさんは、ご飯食べさせていただいて、と続けると、 IMP の元さんが、どうでしたかと興味津々に尋ねました。スカイハイさんは、口数めちゃくちゃ多いというタイプではないと思うので、僕がペラ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 喋りました、と、食事の様子を振り返りました。スカイハイさんと滝沢秀明さんが食事をしたのは、10月25日のことだったようです。その日、スカイハイさんは自身のインスタグラムに、 滝沢秀明さんとのツーショット写真を投稿しました写真では2人とも笑顔でポーズをとっており仲の良さが伝わってきますスカイハイさんは投稿に滝沢さんとお会いしました色々とお話しさせていただきましたありがとうございましたとコメントしましたこの投稿にはファンからすごいなんて豪華なコラボ 二人ともかっこいい。どんな話をしたのか気になる、といった反応が寄せられました。元、キングプリンス、メンバーの平野翔さんが、11月7日にインスタグラムを更新しました。彼は、神宮寺ゆうたさんとのシンガポールでのツーショットを複数公開し、夜のプールで撮影されたたくましい上半身のお城姿に注目が集まっています。平野さんは、5月に、 キングプリンスを脱退し、旧ジャニーズ事務所も対処しました。彼は、同じタイミングで脱退した神宮寺ゆうタさんとともに滝沢秀明さんが設立した新事務所、t u b ー、へ合流することが7月に発表され、インスタグラムでは、神宮寺さんとのプライベートショットもたびたび公開されていました。最近の投稿では、シンガポールでの旅先ショットを複数披露しており、 植物園を楽しむ様子や現地での食事を公開しています。というハッシュタグが添えられており、シンガポール滞在をたっぷり楽しんだ様子です。サービスショットでは、腕や背中のたくましい筋肉がわかります。ファンからは、ワオ。鼻血出るところだった。プールのお写真はあと100枚くらい待ってます。夜景めちゃくちゃ綺麗なのに背中しか見えない。 歓喜のコメントが多数寄せられました。また、神宮寺さんも、シンガポールにショーと行ってきました久しぶりの海外楽しかったので写真載せていくね、と、旅先の写真を投稿しました。二人の仲良しぶりが伝わる写真の数々に、デートシーン覗き見してる気分最高すぎ、たまらん。めちゃくちゃ楽しそう。しかしラブラブやね、とたくさんの反響が寄せられました。 ネトラボ、東山のりゆきは、重い責任を引き受けた社長として、仲間や後輩を守るためにタレント活動を引退し、事務所を立て直す予定でした。しかし、彼は、南極に次々と立ち向かう中で、40年以上の芸能活動を経ている期待のアーティストとしても追い詰められていきます。10月下旬、東京、渋谷のパルコ劇場で上演された舞台、 チョコレートドーナツでは、松岡正宏や桐山寺志が東山のりゆの熱演に圧倒されました。この舞台は、東山さんが芸の男性がダウン症を抱える少年を育てる物語で、元平成ジャンプの岡本慶人さんが一緒に育てる賢治の役を演じました。東山さんにとって、この作品はタレント活動からの引退後の最後の舞台です。9月7日、 旧ジャニーズ事務所は会見を開き、新たに発足するベージェント会社の社長に就任することを発表しました。その経緯については、次のように明かされました。できるできないではなく、やるかやらないか、非常に悩みましたが、自分の運命だと思って引き受けさせていただきました。1979年に事務所に入ってから40年以上経ち、90歳まで舞台に立ちたかった、 と話していたジャニーズの申しごは、退路を断って、事務所の解体的で直しに乗り出しました。しかし、一度目の会見から約二ヶ月が経ち、心身が限界に達していたようです。10月31日に、新会社の社名公募が終了し、新たな門出を迎えようというタイミングで、東山さんが社長就任を断念したことが各社で報じられました。新社長には、 女優、ノンさんが招聘され、エージェント契約を結ぶコンサルティング会社、スピーディ、のフクダツ氏社長が就任することとなりました。睡眠時間を削り、世間のバッシングにも耐え抜いて事態に対処してきた。10月2日に、二度目の会見を開いた後も、厳しい声は鳴りやます。過去のパワハラ疑惑を追求されて言葉に詰まる場面もあった。 さらに会見を仕切ったコンサル会社が作成した NG リスト問題が炎上し、東山さんはサンドバッグ状態で吊るし上げられてしまった。会見では人生をかけると悲壮な決意を明かしていたが、周囲には本当は僕がやるはずじゃなかったと漏らすこともあったようだ。東山が言うように当初から新会社の社長にはタレントではなく、 外部のプロ経営者を迎え入れることが検討されていたという、複数の関係者に多心したものの、家中の栗を拾おうとする人は現れず、軒並み断られてしまったのだ。デビュー以来、ジャニー北川氏の身近にいた東山さんには、どこまで行っても、性加害のことを知っていたのではないかという疑問が付きまとう、誰も引き受けてくれない状況で、後輩たちをまとめるのは自分しかいない。 東山さんは、俳優業やタレント活動を引退し、家族や友人に迷惑をかけることになっても、自分がやるしかないというしそうな決意を持っていました。社長とはいえ、代表権も家具も持たず、ただ、矢面に立つだけの役回りを東山以外に引き受ける人物はいませんでした。東山が社長になってから、事務所では、抗議の電話が絶えずなり、 ネット上では、誹謗中傷が広がりました。10月下旬には、都内のスマイル社のビルに不審人物が現れ、警備員ともみ合いになるトラブルが起こったと報告されています。右翼団体を名乗る男性が警備員とぶつかり、大声を出したり迷惑行為を繰り返したそうです。不審者は二人がかりで追い返されましたが、本社ビル周辺では、以前から、外線者が抗議活動を行っており、